Hey, what's up? キャプテントラジオです。今回は黄金の遠目線でブチギレ、心折れる初心者たちの悩みまとめというテーマでお送りします。今回はこのようなテーマでお送りします。1つ目、指針はエスナがもらえないのか。相談読み上げます。先日のゴリラヒーラーの動画、大変ためになりました。自分もそうならないよう反面教師にしようと思いますが、似たような案件に当たったことをここで相談させてください。指針で古代の民に行った時のことです。不注意で何度かデバフを踏んでしまったのですが、自分だけヒーラーさんからエスナがもらえず、足が遅いままでいたところ、詩人さん GCD 無駄になるから自分で P 案してねと言われました。 P 案の効果はもちろん存じてましたが、使う機会なんてないと思い、ホットバーには入れてませんでした。霊式をヒーラーでクリアしているトラジオさんに質問なのですが、やはり詩人にはエスナはしないんでしょうか。ってことで、まあこれは人によってね、判断は異なると思うけど、結論から言うと詩人の人にもエスナは基本使います。というのも、詩人の P 案はエスナの効果はあるものの、これをね、意識的に使うって人は詩人を普段から使いこなしている、まあ、やり込んでいる人くらいしかね、とっさの判断で使うことがないというのが自分の経験上の体感やし、全ジョブ遊んでいるとはいえ、詩人で久しぶりに遊ぶとやっぱり忘れてるってこともあるから、まあ、逆に言えば野良ならほとんどの詩人は使わない、もしくは忘れているってことが多いから、エスナで直すのは他ジョブと変わらないよっていう判断はしてます。これを普段から霊式で遊んでいるような人と霊式の野良で一緒になった場合なら、本人が気づいて使ってくれたりとかするとね、ありがたいなと思うことはあるけど、それでもね、エスナは使うぜっていう心構えではいてるし、そもそも誰かにデバフがついて気づいたら、まるでロボットのように反応して使っちゃう癖がね、やっぱりついてるから、この辺はヒーラーの人自身も慣れているかどうかで変わってくるとは思います。逆にヒーラーに不慣れな人とかであれば、パーティーメンバーのデバフに気づいてなくて使っていないっていう可能性もあるんで、それくらいなら仕方ないと割り切るのも野良だとある意味必要な心構えだとは思ってます。まあ、思うけどね、今回はちげえなと思って、確かに P 案で直せるっていうのはあるけど、このヒーラーの思考は間違ってるなーっていうのがあって、たかだか野良のクリスタルタワーで何が GCD 無駄になるから P 案しろだっていう話なんですけど、24人レイド、しかも野良でいろんな人が入り混じる中で、たった一発の攻撃魔法、しかもヒーラーのビビたる攻撃力のためにたった2秒、味方のケアもできないんで、それってヒーラーですか？その攻撃一発で攻略時間がどんだけ変わるんですか？変わんねえよっていう話で、 MMO やってんだからそんなことしょっちゅうあるだろうって、ある程度経験してるならわかるだろうって話で、それが嫌ならソロのゲームでも遊んでたらいかがですかっていうのが自分の個人の意見。確かにね、ギミックミスしてデバフ踏むのもミスっちゃミスやし、あんまり何度も同じミスしまくるとさすがに怒られるかもしれないけども、まあ、数回程度くらいなら全然あるっていうか、まあ、自分もアライアンスとかなら普通に被弾することもあるし、ルレでこう久々に当たって覚えてなくて戦闘不能になることなんてザラやから、逆の立場になって考えるとそれくらい構わんよってなるわけ。場合によってはね、2、3人にエスナかけるってこともあるし、迅速魔まで使ってエスナ入れるってこともあるし、しかもそういう時に限って相方ヒーラーもこう即反応してこうエスナを使い合って、お互いにこう無言の笑顔で乗り切るみたいなこともあったりするし、やはりね、ヒーラーの醍醐味は持っているスキルやアビリティを駆使して味方の窮地を救って乗り切った時が醍醐味だと思うんで、攻撃したいがために味方を回復しないのはヒーラーとしてちょっとどうかなとは思った次第。サンジじゃないけど、どんなやつでも回復する、それがヒーラーだろう。いや、似てねえな。まあ、とは言ってもですね、ヒーラー以外エスナを持ってるってのは実質詩人だけなんで、まあ、そんな中でサポートしてくれると、まあ、ヒーラーからするとね、かなり負担軽減で楽になるから、 P 案はセットして日頃から使えるようにしておいた方がグッド。少なくとも P 案をセットしていない質問主自身にもP 案を使わないという前提で、まあ、あるものを使わないっていう風にやっちゃってるんで、んじゃあ逆もしかりで、 P 案は使うやろってヒーラーもいる話になるから、まあ、今回はヒーラーの行動は確かにね、許し難いものではあるものの、質問主も言える立場じゃないから、今回はお互い様かなと思いました。これは因果応報だとは思うけど、今回のことを糧にして、まあ、このおかげで P 案の大事さに気づけたっていう風にプラスに取るのがいいんじゃないかなと。で、今後ね、P 案を意識的に使っていくと、それに気づいたヒーラーから感謝されるってこともあるかもしれないし、エスナを気持ちよく使ってくれる人と出会う可能性も高くなると思うんで、積極的に P 案使っていきましょう。次の相談2つ目、床ペロしすぎて蘇生もらえない。相談読み上げます。今回 ID 特に黄金について悩みがあります。私は DPS なのですが、自分でこれを言うのはどうかと思いますが、かなり下手くそですぐ床ペロします。毎回ヒーラーさんには申し訳なく思っています。
先日ある ID にて床ペロしてしまった時に、そのボスが終わるまで蘇生してもらえませんでした。床ペロ1回のみ。私が下手だからなのは理解してますが、もう ID に参加しない方がいいのでしょうか。ということで、質問主がどこまでのプレイスキルかはわからないけど、それ以上に今回の黄金の ID がやっぱり難しいから、まあ、質問主も慣れてないっていう部分が強いとは思ってます。まあ、初見殺しとかもあるけど、見てから判断する、直感的に動くっていうギミックが多いから、慣れてても反応しづらかったりするレベルのものやと思うから、いつもよりかは床ペロしやすいっていうのはあると思います。蘇生が来ないのはいくつかの理由はあると思ってて、ボスの HP が少なかったからそのまま押し切ったとか、ヒーラー自体がギミック処理に必死とか、慣れてなくてそこまで余裕がなかったとか、いろいろ原因は考えられます。いずれにしても何かしらの原因が考えられるから、自分の改善できるポイントを改めつつ、次から意識していけばグッド。あと、自分を下手って決めつけるのは良くないと思ってて、下手って思いながら遊ぶとマジで下手になるんよ。で、上手くなろうとか思いながら遊ぶと必然的にこう少しでも前進していくから、自分は下手だからと思い続けることをやめましょう。そうなるとまた同じことの繰り返しになるし、下手を理由に改善しないとも見えてしまいます。じゃないと、もう ID に参加しない方がいいのかとか、投げやりになったり諦めてる姿勢にならないと思います。それにマイナス思考になるとゲームがつまらなくなるから、楽しく遊びたいなら楽しく遊ぶための努力は少しはした方がいいかなと思うところはあって、まあ、少なくとも自分が下手だからとか言い続けて何も改善せずに毎回毎回失敗し続ける限りはもう進化はなくなるわけやから、まずは下手じゃないよと、失敗は誰にでもあるから次からそうならないようにどうすればいいかっていうのを1ミリでもいいから考えるようにすれば、自分の置かれる環境は必ず変わってくるんで、そういうところから意識してみるといいんじゃないでしょうか。はい、そして次のテーマ、悟空はどれくらいから挑める、質問を読み上げます。個人的な話にはなりますが、新生からメイン学者で14をやってる身なんですが、エンドコンテンツで疲れ、グレンの末、行月の頭くらい、約4年ほど休止をしてた身です。その後新規で始めた方に誘われて復帰し、最近は後発でエロゼアに来た方々をサポートする立場として遊んでいる反面、過去のトラウマか、ゴクすら行く勇気がなかなか出ないありさまです。黄金でいい加減ゴクぐらいは参加したいと思ってますが、何より自分がミスするのが怖くて仕方のない、とりあえず ID ですら倒れてる自分が許せないというレベルです。現状どのくらい連動があればゴクに挑戦してしようないとトラジオさんは判断していますか。ってことで、これもねよく聞かれるけど、ゴクに挑むための連動がどれくらい必要かって言われると、ゴクでしか鍛えられないっていうのが答え。ノーマルコンテンツだけやっててそれがゴクの連動になるかって言われるとならんわけよ。何でも新しいことに挑戦するには最初はねできないっていうのは決まってるから、まずはゴクに挑んでみること。高難易度コンテンツはそもそも何度もね失敗して、で次改善してクリアを目指すというのが基本の構造になってます。そこでいろいろ経験体感して、失敗しても次こうしたらいいなとか、やっぱ次はこうしようとか、ここ気をつけようとか、改善点は見つけようとしたら必ず見つかるから、そっからようやく慣れていくっていう流れがあるから、まずは5個を始めることが5個の連動を上げることにつながるということ。この流れを覚えてしまえば次は霊式でも同じ流れでいけるから、ガンガン挑戦して失敗は当たり前のところからスタートしていきましょう。続いて、黄金のノーマル透明線でブチギレ、質問読み上げます。数ヶ月の休止を経て、昨日ようやくゾラージャ透明戦を迎えたんですが、コンテンツファインダーで申請したところ、初見の自分を含め不慣れな方が多くて3ワイプの後ギブアップが出てしまいました。ギブは否決されたんですが、ヒーラーさんがゾラージャなんか申請してんじゃねえよめんどくせえと退出してしまい、なし崩しに解散となってしまいました。次のパーティーでは何事もなくクリアできたんですが、フェイスで申請するべきだったのでしょうか。ってことで、黄金の透明線は難しいからね、全然起こり得ることではあるんやけど、こちらの方もさっきの蘇生もらえないよって人と同じで、ちょっとね自分の思う通りいかなければ投げやりになるタイプで、フェイスで行くべきだったのか、もうやらない方がいいのか、いや考えるのはそこじゃなくて、次どうしたら失敗しないかを考えるようにしないと同じことが起こり続けるし、フェイスだけで遊び続けるとフェイスとしか遊べないプレイスキルになってしまって、余計に遊びの幅が狭くなってくるから、まあそうじゃないやろうっていう話で、まあ、考え方ちょっと改めた方がいいんじゃないかなと思うところはありますっていうのを前置きにして、今回のこのヒーラーさすがに言い過ぎ、ゾラージャなんか申請してんじゃねえよめんどくせえって、これ絶対ストーリーで通るところだしそれは無理だろうって話で、まあちょっと言ってることが意味わかんないなっていうのと、そのヒーラー自身も自分でね、こうまあルレなりなんなりわかんないけど申請して、まあ、当たってるのに何言ってんだっていう状態やけど、まあちょっとこれに関して思うことは、そのヒーラー自身の人も全然うまくなくて、
自分でそういう場を作り上げてる部分もあると思うから、その人も悪いとは思うっていうのは客観的に見て取れるし、質問主も次のパーティーでね、何らかクリアできてるっていうのは答えだと思うんやけども、この文章を見る限り質問主もそのヒーラーのせいでクリアできなかったのではという考えが見て取れるから、まあ、他人よりも自分を見つめ直すところから始めた方がいいとは思います。そう考えたら他人のことは気にならなくなるんで、変わらずに野良で遊び続けていけばいいんじゃないでしょうか。まあ、フェイスでやるのもゆっくり遊べるから自由なんで、自分のプレイスタイルに合わせて選択されればいいと思います。そして次のテーマ、黄金の極がクリアできない、質問読み上げます。黄金のレガシーが実装され、高難度コンテンツのマウント報酬が結構話題になっていると思います。普段制限解除しないとやらない高難度コンテンツの私も、そのマウントが欲しくて初めて極コンテンツに挑んでみました。極ゾラージャにあった後半のギミックの頭割り8連プロジェクションバーストプラス左右のマップ半分の範囲攻撃があり、左右の攻撃を避けるのは問題なかったんですが、問題点はそのプロジェクションバーストなんです。2秒待たずにすぐに線に触れてしまい、全滅させる人を3色のような頻度で遭遇してます。マウント報酬のドロップ率が低く、自分自身の運も雑魚だと分かって、トーテム99個集めようと決めて毎日10周やるつもりで、結局2回しかクリアできずに辛くなってきました。どんだけ回復や軽減を入れても失敗すると全滅、行き止まりでした。リトライが始まる前に、前の人が当たったらデバフがつくから2秒待ってねと言おうと思っていましたが、周りの空気が無言すぎてそのまま繰り返して3滅になったら解散投票するしか勇気がありませんでした。田嬢さんならこんな状況をどう対応した方がいいのでしょうか。アドバイスいただけたら幸いです。ってことで、まあこれはね、どういうパーティーに参加したかで答えは変わると思ってて、周回パーティーとかであれば確かにね問題ありやと思うけども、クリアしたてとかでコンプリート済みのコンプリート目的とかいうパーティーならまだ連動が低い人も参加することあるから全然起こる話、まあ、いずれにしてもその場を解決したいんであれば声かけはした方がいいかなとは思ってます。空気が重いとかねあんまり関係なくて、一声かけるだけで改善できることも全然あると思う。特に極ゾラージャのこの連続頭割りのギミックは順番の認識の違いとかもあるから、何番目に接触したらいいのかマクロを通して再確認することで改善するってこともあるから、自分自身のクリア率を高めていくためにも情報共有するっていうのは野良パーティーだったとしても大事だとは思ってます。あとはね、参加しているパーティー募集の内容自体が自分自身に合っていないっていう可能性もあるから、まあ、質問主が自分に自信があるなら項目が周回のところで 2,3 周を前提にしてたりとか、まあ、何回全滅したら解散するっていうのを書いてるところに入るようにすれば、連動がある程度あるメンツが集まりやすいんで、パーティー募集内容をステップアップしたものになっているか確認してみましょう。あとはパーティー募集を自分でやるっていうのも案外ありで、その時にアイテムレベルの設定をちょっと高めにするんですよ。そうすると多少ね、やっぱすでにクリアして装備を揃えてっていう人が、周回してる人が参加しやすくなるんで、そこで制限するっても割とありかもしれません。はい、そして最後の相談です。モテる種族はどれ、質問読み上げます。いつも動画楽しく拝見しています。これからも YouTube 活動頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。質問です。どの種族が一番モテますか。どの視点でのモテるっていうのがちょっとわからないんで、異性からねモテたいのか、そもそもこういう MMO の中でその人からモテたいのか、ちょっとその辺がよくわかんないんですけども、まあ単純な話をしていくと、いろんな人から人気があるのはやっぱり巫女ってメス、圧倒的ね人口率やと思うし、可愛いのが好きっていうのは男女共通やから、可愛い巫女ってはやっぱりモテやすい。特に男子が好きそうなミラプリしてると、もう男子寄ってきます、これ間違いない。なんなら急にテルが飛んできて恋をかけられるっていうこともあるくらい人気であると。でそれ以外はどれがモテるって話は聞かないから、まあ、自分の経験上の話をすると、ロスガル、ルガディン、アウラ、オスで、ララヘルは両方ともは同種族の人にモテやすいっていう傾向があって、アウラメスに関してはそのアウラメスを好きな人はそもそも自分のキャラに愛着とかこう感情移入しまくってるっていう傾向があるから、他人にあんまり興味ないってイメージがあります。でヒューランとか人間の人もねモテるとかあんまり聞かないけど、ヒューランのこの人間の女のキャラはなぜかねこう他人から告白されるってことが多かったり、恋愛ごとに巻き込まれることが多いイメージ。まあこれはあくまでも俺の偏見よ、俺の偏見やけど、多分ねこれはね大人の女性使う人が多いっていうのが実はあって、一部の男性に刺さるっていうのがあって、ちょっとそういうなんだろう恋愛ごとになりやすいのかなと。であとはミコってオス、ビエラオスもイケメンやからねモテやすいかなと思いきや、このイケメン種族を使ってる人自体が実は女性っていうのが多くて、
プレイヤー自身がその自分の使ってるキャラが好きとかで、あんまりねそのモテるとかそういう概念がない印象に見えたりしてます。ビーラメスに関しては使ってる人自体が少ないから、ビーラメスってだけで恋はかけられるってことは多いんじゃないんでしょうか。で、人間のオスは可もなく不可もなくっていう感じっていうのが自分の個人的なイメージやけど、まあね、個人的に言えるのは、どんな種族使ってようがモテる人はモテるし、下手にモテようとしてこう動いてるやつがいると、こう周りから見ると空回りしてるよねみたいなこともあるから、モテようとして選ぶんじゃなくて、自分に合いそうな、まあ、どれが好きなのかっていう種族を選ぶのが楽しく遊ぶコツだとは思うぜ。あとはこの種族はこういう傾向があるんじゃないかとか、この種族使っててこういうことが面白かったよってことがあれば、ぜひコメントに書いてください。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ようそろー。